来たっすね。 あ、貴様、
しや BB に捕まったのか。それで、この階層に閉じ込められたと。うん、そうっすよ。ジナコさん、BB に捕まったっす。無駄っす。通信はカットさせてもらってるっす。リープさんを倒した後からずーっと。今は僕と君だけ。他の人と話す気分じゃないし。ジナコさん完全おつやモードと呼ぶっす。ほんと、君はすごいっすよ。僕と同じノーマル人なのに、凡人じゃできないことをしちゃってさ。月の裏側から出る、記憶を取り戻す？そもそも、聖杯戦争に、勝ち残る？信じられない。考えたくない。やってらんない。私はもう、そういうのはいいの。あんたたちはあんたたちで仲良くやってればいい。私の居場所はここになった。本当なら問答無用でボコにするところだけど、借りがあるから。最初で最後の忠告をすることにしたの。私には構わないで。私は助かりたくない。助けなんて初めから求めていないから。女の話をしよう。肥大化した自我は女の人生を食い潰した。誰だろうと夢を見る自由はある。理想の自分、理想の快楽、理想の未来、理想の他人
理想の恋人、理想の別離。誰だろうと、安い夢を見る自由はある。だが、その大半は悪い夢だ。そこのお客様、新商品入荷のお知らせですよ。今回はサーバント用の衣装を入荷してみました。細かい小物では私も張り合いがないのでね。桜くんに無理を言って厳重に保管されていた冷装を仕入れたのだよ。画面には映らなかったが、アクションムービー並みの活躍をしてきた。この値段には私の労働費と治療費も含まれている。いい商品というものは必要経費がかかるものだ。遠慮のない散財に期待するよ。持って行け。毎度コーヒー。では、購入した服はマイルームのクローゼットへ転送しておこう。好きな時に使うがいい。Thank you.
たまに発想が遅れるが、その時は涙を流しながら耐えるといい。このざま。規定外の労働はしないだけだが、何か宅配サービスの苦情など当店は一切お断りしております。そなたと並んでも違和感はなかろう。世が生きた道筋を振り返ることはあれど、恨み事はない。後悔や無念は山積みだがな。
たの顔を見ていればわかる。確かに、そなたと共に市民の暮らしとやらをするのも悪くはない。しかし、よく考えてみよ。前提として、世が英霊でなければそなたとは会えもしなかったのだぞ。ならば、世を世とした過程を否定することは矛盾であろう。世を一人の少女として考えてくれたこと、とても嬉しかった。世にはわからぬが、これが温かな愛というのだな。ああ、来ましたね。お疲れとは思いますが、じき記憶の開封になりますので、呼びつけてしまいました。うむ。実に緊迫した空気。小生もさすがに黙っておる。ところで、レオ会長、朝食はまだですかな？すまんな。俺がもっと早くジナコ・カリギリを捕捉していればよかったのだが。それは兄さんの責任ではありません。元はといえば、ジナコさんを一人にしてしまった僕の責任です。
叱責や追及は僕が受けるもの。兄さんはよくやってくれました。そうだな。そう言ってもらえると、こちらもいろいろ助かる。ちょっと、大丈夫なの？シンジ。顔色と髪、草みたいに真っ青よ。まさか履かないでしょうね。うるさいな！髪が青いのは生まれつきだよ！僕は怖がってなんかない。お前たちに先を越されるのは嫌なだけだ。いいから、さっさと済ませろよな。膝が震えているぞ、シンジ。強がりは余計に恐れを生む。これ、小生のように泰然と構えるがよい。何言ってんだよ。あんたは体全体で震えてるじゃんか。超振動ピストンかっていうの。これは無茶ぶるいである。ところでレオ会長、朝食はヤムチャというのはいかがですかな。記憶キューブの解放準備整いました。キアラさん、万が一に備えてのメンタルケアよろしくお願いします。承知いたしております。暗号化された記憶の解放は容易でしょう。問題があるとしたらその後。皆さんがこの旧校舎で培われた束の間の思い出と取り戻された記憶、その双方がうまく融和しない不具合。深刻なコンフリクトを起こす事態になりましたら、それは実に厄介と申せますので、そのために私は控えております。なるほど。最悪二つの表層人格が現れる事態もあるのですね。どうってことないわ。誰だって多かれ少なかれ性格の裏表はあるものだし。自分は自分よ。どっちだって飲み込んでやるわ。
ば、オペレーションを開始します。皆さん、できるだけ心を落ち着けて、抵抗はしないでください。